言ったらなんですけど、自分にとってはすごいいいレース部の流れで行けたので、本当に今は嬉しいです。やっぱり走る前もキャプテンとして、優勝とかやっぱり今までの結果以上のものを出さないとチームのみんなに元気を与えることはできないなっていうふうに思っていたので、今1種目終わってしっかりそれがまずは果たせたのかなっていうふうに安心しています。前半からスローペースで、落ち着いてしっかり最後までつなげたことが優勝につながったかなと。私は 5000m をどちらかというと専門としていて、その 5000m でやっぱり優勝を狙うっていうことを考えているので、今日はしっかり集中してなるべく後ろの方で最後まで消耗しないように走って勝負をするっていうプランを立てていました。やっぱり 5000m でしっかり優勝してちゃんと自分自信をつけたいと思うので、ここで気持ちを切らさずにしっかり明日一日行くので、そこで切り替えたいと思います。やっぱり一度も全日本大学女子駅伝の方では表彰台の時に上に登れていないので、やっぱりそこは最後に立命の延長をしっかりと上にみんなで立ちたいなというふうに思っています。